きのおかげで私はいつも健康で前向き。ついには人と違う能力を手に入れるに至った。予知能力。予知というのは正確ではないが、他に簡単に表現できる言葉が見つからないので、とりあえず予知能力と言っておく。超人的な視力と人知を超えた脳の処理速度により、相手の様子や状況をごく些細なところまで観察分析し、今後起こりうる状況を計算して予測する。それだけなのだが、その精度が群を抜いていてほぼ 100% なのだ。これも予知とか予言と言ってもいいのではなかろうか。同じ理由で私は人の思考も読むことができる。だがこれも物語に出てきそうな超能力者のように読むわけではない。表情や仕草など観察されるありとあらゆるデータからその時考えているであろうことを解析するのだ。私はこの事実に少なからずがっかりしていた。みんなが憧れる超能力とは才能や努力の延長線上にあるものではなく、物語の中と同じように神からの授かり物であってほしいという期待があったからだ。そっちの方がずっと面白い。そして今日も私は目玉を食べる。よりによって今日は周りが赤で縁取られた皿だ。その真ん中で大きな目玉がどんよりと佇んでいる。この盛り付けはグロテスクなのでちょっとやめてほしい。さあ召し上がれ。今日はコンソメで煮てみたのよ。母に勧められて私はスプーンを手に取った。言っておくが、目玉は嫌いではない。魚が好きな人には分かってもらえると思う。母が料理上手なこともあるが、今日もとろっとしたゼラチン質にコンソメが染みていてとても美味しい。私が食べる様子をニコニコと眺めている母を見た。母には私の能力のことを話していない。だがそんな力を使わなくても母の考えていることはわかる。一流大学から一流企業、そこで知り合ったエリート男性と結婚した一人娘に面倒を見てもらって死ぬまで安泰。それを望む母を私は否定できない。私がまだ幼い頃、父の不倫が原因で両親は離婚。それ以後、母は苦労して女手一つで私を育ててくれたのだ。ある日、目玉のホイル焼きを食べている私に、悩んでいる友人の相談に乗ってほしいと母が言ってきた。私はただの学生よ。アドバイスなんて無理だわ。そんなことないわ。あなたは賢いし、洞察力も判断力もある。きっと客観的ないいアドバイスができると思うの。もしできなくたっていいのよ。悩みを相談した人というのは話を聞いてくれるだけですっきりするものなんだから。
しいことではなかった。相談者は日に日に増えてくる。母は何を考えているのだろう。私は初めて母の心を読んだ。私は一言も聞いていなかったが、どうやら母は私を神の申し子だと言って、相談者から高額な相談料を取っているようだ。お母さん、相談に来た人からお金を取っているの？私は目玉の煮付けを食べながら取りただした。何を考えているのかはお見通しだが、母の口からちゃんと聞いておきたかったのだ。母はしぶしぶ口を開いた。実はね私を教祖にして宗教団体を作ろうというのだ。消えた。こんなことなら当初の予定の女の花道コースの方がずっとましだ。だが母は堅実さよりも目の前の濡れ手に泡のような生活にすっかり目がくらんでしまっている。私は失望したが、父に出て行かれてからお金に苦労した母の気持ちもわかるので、結局は言う通りにした。説明したように私の能力は予言というよりも予測なのだが、まず外すことがないし、第一インチキではないことだけは確かなのだから、たくさんの信者が集まり、教団はあっという間に大きくなった。それとともに母の生活も派手になっていった。服装や化粧だけではない、宝石類や高級車、投資にも手を出し、果ては芸術のためだとか言って素性の知れない若い男への援助までするようになっていた。もうお母さん、いい加減にしてちょうだい。目玉の照り焼きを持ってきた母に私は容赦なく言った。料理が盛り付けられた皿は以前よりもはるかに高価で、信者の古美術商から言われるがままに購入した代物だ。いくらなんでもやりすぎだわ。そのうち訴えられるから。今や母は教祖の聖母として女王のように教団に君臨していた。そのことに対する信者の疑問がちらほら耳に入ってくるようになっていた。幹部の間でもあまり評判は良くない。なんとか私が取りなしてはいるものの、遅かれ早かれ彼女は糾弾されることになるだろう。予知をするまでもない、当たり前のことだ。私は母を説得しようとした。今のままじゃ教団はダメになるわ。だが母は平然と、むしろいつもより冷え冷えとした雰囲気で張り付いたような薄笑いを浮かべて私の前に座っている。その唇がゆっくりと動いた。それが見えたの？え？私はドキッとした。なぜならこの場に及んで私はまだ母に自分の能力について話していなかったからだ。母はもう一度聞いた。あなたの目にそれが見えたの？見えるとか見えないとかじゃなく、人
情がずっと続いている世界が見えた。しかしこのままでいいかというと違う気がする。返答に困る私に母が言った。教団が終わる未来なんて見えていないんでしょ。見えるはずがないのよ。どういう意味？そうね、あなたも大人になって能力も手に入れたことだし、そろそろ話す時期かもしれないわね。あなたのその力はある神様からもらったものなの。私はつい間抜けな声を出した。私の力はそんなかっこいいものじゃないわ。毎日食べている目玉に含まれている栄養のおかげで視力と脳の働きが他の人より優れている。それが理由よ。ちゃんと科学的根拠があるの。そうかしら。母は妙に確信めいている。確かに目玉には目にも頭にもいい栄養が多く含まれているけど、それを毎日食べ続けていたからといって、ただそれだけであなたのような能力を身につけられるかしら。私は心臓がドキドキして息が苦しくなってきた。どういう意味？あなたがずっと食べてきた目玉、あれ何の目玉だと思っていたの？私の目が切り裂かれるのとは反対に、細められた母の目が針のように光って、遠くからぶかぶかと吐き気がこみ上げてくる。ビニール袋に詰められた大量の目玉がうちの冷凍庫の中に入っている。私は何の疑問も持たずにそれを通販で買ったただのマグロの目玉だと思って食べていた。現状のようなものだと思った。
私はごくりと唾を飲んだ。ある日突然目玉が送られてきたが、送り主はわからない。それからは定期的に通販の食品と同じように冷凍された目玉が発泡スチロールの箱に入って届けられるようになった。私はそれをあなたに食べさせ続けた。だって命と引き換えだったのよ。言うことを聞かなければどうなるかわからないじゃない。さっきはあんな言い方をしたけれど、私にもそれが何の目玉だかわからないの。実はただのマグロの目玉かもしれないし、そうじゃないかもしれない。皿の上の目玉の照り焼きがじっと私を見ている。母も私を見ている。自分の未来を見てみるといいわ。確かに私の未来、それは今と何ら変わりのない世界だった。結局私もこの地位を、そして生き方を捨てることができなかったらしい。